いらっしゃいませ。はあ、お待ちしていましたよ。なあ、いえ、いつもこの時間になるとお見えになるので、ついお一人ですね。よろしければカウンター席へどうぞ。まさか邪魔だなんて。どうぞ。お決まりになったらお呼びください。ああ、いつものメニューでよろしいですか？ケーキは今モンブランがおすすめですよ。モンブランとブレンドコーヒーですね。かしこまりました。こうやっていつものと言っていただけるメニューがあって、常連になっていただけたと嬉しく思いまして。雰囲気ですか？店内のコーディネートは完全に私の趣味で固めたんですよ。自分の店を持つからには妥協はしないぞなんてね。ありがとうございます。内装には自信があるんですが、自宅は結構散らかってるんですよ。男の一人暮らしなんてそんなものですよ。友人が来るときはどうにか片付けますけどね。あれ、違ったらごめんなさい。少し疲れた顔をしていらっしゃいますね。ああ、申し訳ございません。お仕事がお忙しいんですか？今日はいつもよりミルクを多めにしましょうか。砂糖はいつも通りでいいかな。モンブランの甘みとバランスが取れるように。どうぞごゆっくり。ありがとうございます。そう言っていただけると光栄です。自分の納得できるブレンドになるまで時間がかかりましたから。でもそれも楽しい時間でしたが。ありがとうございます。モンブランがお好きなんですか？そうでしたか。私もケーキが好きなんですよ。うちで出しているものは全部私が作ったものなんです。ケーキ作りが昔から好きで、趣味と実益を兼ねてるんですが、お口に合ったならば幸いです。実は学生の頃からちょくちょく作っていたんです。本当に趣味の範囲でですが、その時はコーヒーの奥深さに魅了されてしまっていて、コーヒー一筋で行くつもりだったんです。でも店に余裕が出てきて、ケーキも自分で作ってみることにしたんですよ。そんなに手放しで褒めていただけるなんて恐縮です。でもこんなに嬉しいことはありませんね。私が一番好きなのはシフォンケーキですね。焼くのも食べるのも。ケーキが焼き上がった時の甘い香りとか、そしてしっかりと膨らんだケーキの優しい口当たりとかが、初めて食べた時はふんわりとした柔らかさに感動しました。今度店にも出しましょうか。プレーンなのもいいですけど、チョコもいいですね。たっぷりの生クリームを添えて、美味しそうだと思いませんか？楽しみにしていてくださいね。